同志者ウォーリアーズは JPFF に所属するアメリカンフットボールサークル。1982年に創部。チーム名はプロレスのタッグチームロードウォーリアーズにちなんで付けられた。同志者と関する型大学のプレイヤーも存在する。略称は DW。1982年に練習中に発生した部員の死亡事故対応への不満等から、 同志社大体育会アメリカンフットボール部を退部した部員がアメフトの継続先を求めて自ら同好会チームを新設した。JPFF に正式加盟した1984年は2勝3敗の3位。翌年は3勝2敗、翌々年は2勝3敗と勝ち越しと負け越しを交互に繰り返していたが、1989年4勝1敗と2位に、 なり、部員数の増加もありここから、黄金期が続く。1992年には、負け越すが、翌1993年は6勝1敗1分の2位。1994年10月2日、毎年定期戦が行われている対、同志社大学ワイルドローバー戦に、1、2回生が相手だったとはいえ、26から0で、勝利。しかもこの年、 優勝確実と言われたリンゴスターズと対戦し、28から13で最終戦を勝利で飾り、リンゴスターズの2連覇を阻止した。1993年から毎年のように KGL 個人賞を受賞するが、優勝とまではいかず、1998年に4勝1敗と2位になって以降、順位の低迷が続き、2001年には1勝も、 上げることができぬままシーズンを終え、個人賞を受賞することもできなかった。人数の減少も響き、現在まで低迷が続いている。2007年度春のオープントーナメントにおいて、京都学生連合として決勝まで進出し、リバーサイド上カーズと対戦するも敗退するも、準優勝を果たす。ありがとうございます。